しんすけとなりのどうしてロンドン愛。みなさんこんにちは、伊藤しんすけです。金沢成明です。ロンドンからお送りしているしんすけとなりのどうしてロンドン愛。毎回イギリスで生活する日本人をゲストに招き、こちらに来た理由やこれまでに感じた日本との違い、今後の目標などを伺っていきます。今回のゲストは和装創業者の吉村俊博さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ちょっと大物ゲストで。いや全く大物じゃない。大物ゲストに来てもらいました。ちょっとあの、はい、タイトルコール吉村さんどうでしたか。いやマジ難しかったです。重要です。すいません。これ重要です。よろしくお願いします。まずは吉村さんの簡単なプロフィールをこちらからご紹介します。慶応大学を卒業して三井住友銀行や JP モルガンなどを経た後、2014年にイギリスに来て、その翌年の2015年にこのイギリスにて和装を創業したという吉村さんですが、成さんとお知り合いだったということですね。そうですね。もともと吉村さんが和装を創業するという時に、僕その時デザインでフリーでやってたんで、依頼というか打ち合わせに行ったんですよね。その知り合い伝いでその話でこうやりますみたいな話を。覚えてますよ。覚えてますよ、もちろん、はい、あのスタバですよね。スタバで、そう、あそこのトッテナムコードロードのスタバでお話して、でもあの時実は僕結構バタバタしててちょっとできないかもしれませんみたいな話してたの覚えてます。全く覚えてないです。覚えてないですか。まあ最終的には残念ながら別のデザイナーの方に依頼されたっていうちょっと悲しいエピソードなんですけど。そうですね。まあ他になんか複数社、まあこう見ていて、ちょっとこう違う方にお願いした。なるほど。吉村さんもね、その後結構何回か食事というか飲みに行きましたもんね。2、3回ぐらい。ね、僕記憶力悪いんで。人付き合い多いから。飲みに行きましたっけ。飲みには行ってないですよね。行きました。行きました。行きました。そうですか。結構そういうの多いんですよね、ここで。あの久しぶりにお会いした時に覚えてませんみたいな。で、その吉村さんの現在のお仕事が日本食デリバリーって言っていいんですかね。はい、そうですね。はい、和装、こちらの創業者ですけれども、はい、改めてどんな事業なのか教えていただけますか。ロンドンで、ビジネスマン向けに日本食のオンラインのフードデリバリーサービスをやってます、うん、で、特徴としては、一つから時間指定ができて、かつデリバリーフィーがなし、配送料がなしで配送できるっていうことと、ウーバーイーツとかと違うのは自分たちでキッチン、ブランド、そしてデリバリースタッフを自分たち保有しているってとこですね、はい、本当ロンドンで今デリバルーとかウーバーイーツとかそういうデリバリーのサービスがすごい流行ってるんですね。そうですね。日本もウーバーイーツすごい流行ってます、ね、今流行ってるらしいですね。もともとでもデリバルーが皮切りでその後ウーバーイーツって感じですね。そうですね、多分、うん、そう本当一言で言えば携帯でねオーダーして そしたら家に届くっていうのが、そうです、だいぶイギリス、ロンドンでは主流になってますけども、和装が取り扱っている食品っていうのは大体どういうものなんですか。いやもう本当にもう唐揚げとか、もういわゆる一般的にカツ煮とかカレーとか、もう本当一般的な日本食ですね、はい、もうザ日本食ですよね。そうです、ザ日本食が多いですね。なんか、お寿司も含めてチラシとかうどんとか結構本当もう日本食全般ですね。もともとあれですよね、今、バンクラ編でやられてるんでしたっけ。今はもういわゆる日本でいうともう大手町みたいなところでデリバリーしてますね。大手町、日本知らないですか。大手町、大手町丸の内、丸の内、丸の内、あ、それイメージ湧きやすいですね、はいはい、だから日本でいう丸の内みたいなところにガーンとデリバリーしてる感じですね、はい、今はどうですか、売り上げっていうか1日のオーダーってどれぐらい。いや、それは言えないですね。あ、そうですね、うん、ずっとね続いてるだけあって絶好調ですね。そんなこと、そんな絶好調ではないですけどね、ぼちぼちじゃないですか、はい、ぼちぼち、はい、価格帯って大体どれぐらいなんですか。価格帯は7ポンドなん、日本円でいうと700、800円ぐらいのイメージですかね、うん、800円とか、うん、でも安いっす正直言って、うん、6ポンド50ですよね確か。あ、そういう商品もありましたね。最近は一番下が 6.65 ですけど、あ、安い。だけどなんか10回買えるそのチケットみたいなのを買うと、はい、1食あたり 6.3 ポンドだから日本でいうと分かんないです690円とか700円とか食べられるんで、その代わり、ね、10回食べなきゃいけないですけどね。こ
これはめちゃくちゃ安いですよ。そうですね。じゃあ結構低価格帯で行こうっていうのは会社のコンセプトなんですか。もともとそうでしたね。もともとやっぱりマスに対してどういかにブランド作るかっていうのが、ね、自分の中で大事だったんで、価格はなるべく抑えたいっていう。ちょっと和装の名前の由来を教えてください。聞いて、おっす。だって吉村さんって結構あ適当っすねとか言うじゃないですか、はい、でも適当じゃないんですよ。めちゃくちゃ考えてるんですよ。そうですね。すごくロジスティックじゃないですか。まあ、はロジカルね。ロジカルね。ロジカル。和装っていうのは WASO で、まあ、日本で書くと、日本語で書くと、まあ、いわゆる和の和、平和の和、はい、と、層はお惣菜の層なんですよね。でも別に惣菜の層で、なんかその和層にしたわけじゃなくて、その和の、まあ、惣菜の層って全てって意味があるんですよ、あの一文字で。和の全てを使って、で惣菜の層って物に心って書くんで、物質的にこう、物質的にも要するに食べても心からも、まあ、すごいハッピーになってもらって人を前に進めたいっていう思いを込めて和装にしました。すごい考えてますね。僕らのタイトルレベルじゃないですいや、しっかり考えてます。考えてましたけどね。すごいな。もともとコンセプトって、はい、なんかどういう思いで和装を作ったんですか。ああ、そうですね、まあ、ちょっとその結論からじゃなくて、なんでっていうところに入りますけど、こっちで結構日本食屋、そのファーストフードチェーンみたいなところがあって、そこは結構こうなんかエビフライを天ぷらって言ってたりとか、こうライス米のヌードルなのにそうめんって言ってたりとか、なんかカニカマ使ってんのにいわゆるこう英語だとクラブミート、カニの肉ですみたいなこと言ってたりとか、全然こうなんかちゃんちゃらおかしいなみたいなふうに思って、でそこからじゃあちゃんとしたそのフードブランドをこうやりましょうということで始まりました、ね。なんかサクッと言ってますけど、本当はもっと重い熱いがあったじゃないですか。いやー、ありましたけど。熱い思い。どういうことですか？めちゃくちゃ熱い思いですよね。どういうことですか？ブログとか見ると、すごい辛辣に書いてあるじゃないですか。それ言ってくださいよ。辛辣に書いて、書きましたっけ？でなんか、いやでも今ね、やっぱ日本のリスナーのためを思ってか、あんまこう、なんかガツガツ言ってないだけですけどね。言ってください。言ってくださいって別になんかなんでしょう。いや、本当に。いや本当でもそこの要するに日本食、別に僕は正直日本食にすごいこだわってるってよりは、その本当に人間としてそういうふうにこう誠実じゃないことをすることが本当にこういいことなのかっていうところにこう疑問を感じて、自分のブランドはすごい皆さんに誠実、自分自身にも誠実なブランドを作ろうと。でそれでまあもともと日本のカルチャーとか日本のこう食とかで、あと世界っていうこうグローバルってキーワードがあったんで自分の中に、じゃあそれで日本食のじゃグローバルブランドでそのコンセプトとしてこうオネスティ、要は誠実さとかこう本物とかそういう方にこうコンセプトを置いたブランドやろうっていうことにしました、ね。ストラップライン何でしたっけ。ストラップラインってあれですね、キャッチフレーズ、キャッチフレーズ、まあ、もうちょっと日本語だとね、わかんないんですけどね、まあ、英語で、英語で、Creating a world where everyone believes in authenticity っていうことで、いいですね。まあ、その要するに、まあ、みんなが自分自身のあるべき姿を信じる世界を作り上げたいっていう、こうだから嘘のない誠実さを、まあ、自分にも誠実で人にも誠実で、そういう世界を作り上げたいっていう思いを込めてこのブランドがあります。これ創業して4年経ったじゃないですか、はいはい、それでその自分が思うその Believe Authenticity みたいなのってどうですか、その広がってるっていうか発信できてるというか感触とかってありますか今。いやもう、まあ、もう10点ぐらいですかね、100点で言うと。結構厳しいですね。10点、まあ、で僕の中でやっぱり80点つけることってあんまりないので、うん、まあ、10点じゃないですかね、ま、10点ってどういう意味で10点なんですか。だからまず和装の広がりもねまだまだですし、その自分のその時間の使い方としてもそっちの方にすごいたくさん使えてるわけじゃないですし、まあ、イコール要するにその皆さんに伝わってるかどうかっていうのもそうですし、客観的に10点ぐらいかなと思います。もともとあれですよね、わさびとかなんかそういうのが広がってるのが悔しくて、まあ、それをビートしたいという覆したいみたいな話はされてましたよね。ああ、その、なんでしょう、その覆したいっていうか、そのさっき言ったようにそのわさびとかが、まあ、さっき言った話はわさびですけど、例えばその、うん、そういうブランドがすごい、いわゆるオネスティ、その誠実さに欠けてるようなマーケティングの仕方をしてると思ったんで、
でそこに対してこう一石を投じて、うん、こうオセロのようにバッと変えるブランドに、まあ、したいかなっていう思いで始めましたね、うん。まあ、韓国の、ね、会社ではありますけど日本食をまあ扱っていて、まあ、名前もわさびですし、でもまあ見ていくと、まあ、日本食を扱ってるんですけど確かにお日本人化すればおなんか不思議なものがあるなとか、うん、まあ、ちょっと違うなっていうものがありますね。でロンドンにもまあ日本食って増えてきてるって言われてますが、まあ、確かに日本人の思ってる日本食とはちょっと違いますよね。フュージョンって言った方がいいのかなっていう、うん、まあ一方でね彼ら あのおかげで寿司とかがすごい広まったのはあるので、うん、だからまあ功罪ありますけど、うん、まあ、うん、そう今和装が扱っているいわゆるオーセンティックな日本食っていうのは例えば評判だったりとか、まあ、どんな顧客がついてるなっていう手応えありますか？ 2割日本人、2、3割日本人ですかね、お客さん2割ぐらいかな。で、あのそれ以外はアジア人はやっぱり多いですかね、日本人に次いで。で、あとは白人とか結構うちのブランディング上女性客も多いですね、うん、普通のブランドさんに比べると一般的な多分、まあ、そこもでも気をつけてますよね、うん、吉村さんがその写真とかメニューのコーディネーションとかで割とカラフルだったり、うん、ヘルシーに見えるようにされたりしてるっていうのは多分あると思いますが、うんうん、ボリュームもそこまで多分多いですね。すごい多い感じじゃないですね、今そうですね、はい、和装和装ですね、よりクオンティティよりクオリティ、要するに量より質っていうのを選んでますね、うん。メニューのアイデアはやっぱり吉村さんからこう、まあ、発案というかこういうのやりたいみたいなのってやってるんですか？あ、するときもありますけど基本的には他の社内の人がやってますけどね。あ、そうなんですか、うんうんうん、もうその辺はタッチしてないで、まあ、タッチしますけどたまにそのこう見たときに全体俯瞰したときにこうあここら辺が少ないんじゃないかとかだけど、うん、そうですね。その組織の中で今具体的にじゃあ吉村さんどういったことされてるんですか？どういったことしてるか、はい、いやもう何でもやすよ何でもやす何でもしてます配達もされてるんですか？あのスタッフが3人とか休んだ時はあの全然してますよ。今だからそのうちのスタッフで、そのデスクワークみたいな人もいるんで、だからこう誰か休んだ時にそういう人たちをカバーしたりもしてますし、その人たちでもカバーできなかった時全然してますけどね、普通に、はい、CEO 自ら あんま良くないことですけどね、そのあの時間の使い方っていう意味では。だけどまあさすがにその日5人とか休んだからね誰もいなくなるんで、こう自分でやらないとみたいな。売り上げ上がらないですからね。売り上げっていうかまずお客さんにね、あサービス届けられないですからね。そうですよね。この、まあ、今月は1回もやってないですね、まだ。あ、だけど先月は、うん、3、4回ぐらいやった。3、4回、うん、そうだね。週1回ぐらい、まあ、週1回はやってないですね、そう、うん、だから月1、2回はやるんじゃないですか。もともとこれをじゃこう海外って今いっぱいあるじゃないですか、はいはい、ニューヨークとか、まあ、なんでこうロンドン選んだんですか？あのフードの授業って文化の授業だと思うんですよね。で文化の授業って文化的な先進国からやった方が世界中に広がると思ったんですよ。そうすると文化的な先進国は、まあ、例えばね、まあ、土地でいうとニューヨークとかパリとかロンドンとか、じゃあ分かんないです、アジアだったらどこか分かんないですけど、まあ、そういったところから始めるのはいいなと思って、でリサーチして、で実際行ってみて、でその上で、ああじゃあロンドンはあの日本食結構浸透し始めてるし、まあ、ファッションブランドもすごく多くて、まあ、文化的にもすごい先進国だし英語圏だし、でお金も資金調達もしやすそうだしっていうなんか諸々の理由でこうロンドンにしましたね、はい、だから全部のこう条件を見て。他候補もあったんですね。パリ、ニューヨークとか、あー、パリ、はいはいはい、そういうところ見ましたけどね。香港も行きましたしね、うん、いつぐらいからそのロンドンにしようって決めたんですか？あ、ロンドンにしようって決めたのは働いて2年ぐらいの時ですかね。あ、でもこの事業をやるって決めてからですけどね、ロンドンでやるのは。事業によってあのやる国は当然ね、どこで始めるべきかっていうのは違うと思うので、まあ、この事業にしようと思った時にロンドンになりましたね。だからそれが、まあ、2013年、うん、2013年だ、イギリス渡英の1年前ぐらいに、ね、じゃあロンドンにしようかなって決めたんですね。そうですね、もともとじゃあ海外にいつかは行こうっていうのはずっとビジョンとしてあったんですか？そうですね、海外に行こうというよりは、まあ、自分が世界で戦える人になりたいって思いはあったので、なので、ね、自分でこんなこと言うのもあれですけど日本でずっと育った割には英語は普通に余裕でできると思いますけどね
いいんじゃないですか。なんで笑ってるんですか。いや、かっこいいなと僕も言いたいですよ。だって何さんもう何年いますかこっち。いや、もう11年経ちますけど、うん、ちょっとまだそういうふうには言えないかな。だから僕も中学、そうですね、もうずっと小学校から中学校から自分で英語勉強してましたからね、みんなが遊んでる時に。あ、それも早めに気づいて、もう英語だみたいな形で。英語はやってましたね、ずっと自分で。もともと好きだったっていうのもあるんですか。好きなのもありましたけど、やっぱ世界で活躍したいって。最初から、はい、小さい頃から。そうです、中学ぐらいから世界で活躍したいって思いがあったんで、うん、英語は。なんか影響があったんですか、世界。なんかその中3の時に、なんかマネー革命っていう NHK のその番組を見て、そこでこう、アメリカの、まあ、ジョージ・ソロスさんっていうなんかよくわかんない投資家の方が5000億円ぐらい世界に寄付をしていて、この人半端ないなって思って僕もこういう人になりたいみたいな。で彼も2兆円とかね、ピランソロピー、要するに慈善事業とかにお金を寄付とかしてるんで、半端ないなと思いますけどね。まあいろいろね、いろいろ悪い噂もありますけど、まあ人には、ね、誰でも悪い噂ありますからね。でもまあ比較的若くしてそういう企業だったりとか世界について、はいはい、まあ、意識があって、あ、意識ありましたね、もう14歳とかには。はい、でちょっとまた和装の話に戻りたいんですけども、現在のその和装のまあ人数だったりとか、はいはい、規模、はいはい、これ今どれぐらいなんですか。まあ、結局どうだろうな、オペレーションに結構人がかかるような事業なので、製造が5、6人、配送が10人ぐらいで、あとそれ以外がまあパートタイムのデザイナーとかエンジニア、まあ、ソフトウェアエンジニアとか商品開発シェフとか、まあ、そういうのがまあ5人ぐらいですかね。あとインターンチロチロと、まあ、バックオフィススタッフがまあ1人みたいな感じですかね。はい、インターンってその学生ですよね。はい、めっちゃいますよインターン。うち過去たくさん、たまたま明日もなんか、うちのメリルリンチって日本金融の会社あるじゃないですか。でインターンの子がそのメリルリンチ就職して、さっきもたまたま今週どっか空いてますかみたいな。でたまたまロンドン3日間出張来てるんで、そうそうそう。結構和装からなんか育って事業やってる人っていらっしゃるんですよね。そうですよ、もう4人ぐらいいるんじゃないですか。みんな2人はね、まあなんかその人はインターンっていうのを本当に助けてくれてただけですよ。その人たちはなんか4億円ずつぐらい調達してますけど、ね、資金、その人たちは。はい、面白いですね。そういうコミュニティができてるんですね。あと一人はバイオテック系、なんか創薬、創薬系で今事業を始めようとしてますし、お金も投資してもらう上で。でもう一人はなんか、アート系で有名な人からも投資してもらってやろうとしてる人いますけど、ね、4人ぐらいですね。それ皆さん国籍は様々なんですか。いや、もう全員日本人です、それは。あ、そうなんですか。はいはい、あ、じゃあもう今度お邪魔しますので、よろしくお願いします。いろいろ教えてもらってます。そうですね。え、ダメですか。いや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 、いや、しんさん、僕のもちょっと手伝ってください。何を何を、僕のデザイン事業もね、ちょっとやってほしいな。あ、わかりました。はい、ちょっとね。ちょっとだけ。いいですか、吉村さん、今度遊びに行って、会社に。まあ、気が向いたら大丈夫です。いいということですね。そうです。はい、OK、いただきましたんで。はい、こちらの放送しますからね。わかりました。はい、ありがとうございます。僕もじゃあ行きます。一緒に押しかけますか。一緒に押しかけます。弁当食べに行きましょう。はい、はい、でですね、改めてこの和装の今後の展望っていうのを最後に教えていただけますか。はいはい、まあ今実は、和装以外のブランドを立ち上げ、オンラインブランドを立ち上げて、まあ、今週から来週にローンチしようとしてますと。今後は、ありとあらゆるフード、食関係でオンラインブランドをたくさん作っていく予定です。はい、それは拠点はロンドンですか。ロンドンです。はい、ロンドンです。まずは、じゃあロンドンは都営から5年で広がってきているっていうことですよね。まあそうですね、まあまあ、一番最初は和装だけで事業伸ばそうと思ってたんですけど、本当 の問題っていうか、本当のこう人のニーズってそこじゃないなっていうふうに思ったんで、だから、はいはい、そうですね。だからありとあらゆるオンラインブランドを作っていこうと。要するになんか何を言いたいかというと、結局この街中丸の内とかだとちょっと違うかもしれないですけど、ロンドンの丸の内みたいなところだと本当サラダとサンドイッチと寿司とかしかないんですよね、食べられるものが。で本当にじゃあ、まあ、レストランだったら結構、まあ、ちょっとお金出せば
だ1500円ぐらい出せば ありますけど、なんかそう出さないと本当中華とかインド料理とかなんかそういうタイとかベトナムとかあんま食べられないわけですよ、他の料理とかって。で僕たちはそのすごい低価格帯で何でも料理を運べるロジスティックス、いわゆるこう物流があるので、じゃあそこになんか本当にみんなが欲しているものをどんどん乗っけてってあげればいいじゃんって思って、なんかこういわゆるマスブランド、マスブランドではないアンチマスブランドをたくさん作って、でこうどんどん勝とうと思って。もともとでも和装ってお店を作りたいって話が始まったんですか？それもありましたね、はいはい。それはまだ進んでらっしゃるんですか？あ、全然店は将来的にはやってもいいかなと思いますけど、一方でロンドンのショップってほとんどの店が赤字なんで今、そのいわゆるサンドイッチ屋のプレタマンジュっていうのとマクドナルド以外はほぼほぼこう赤字なんで、要するに結構きついんですよ今お店やるっていうことが。だからお店はやりますけど、なんかこうまあなんだろう、例えばこうね、その一ブランドだけでお店やらなくてもいいわけじゃないですか。だからまあオンラインブランドで先に成功させて、それをこうオフライン、要するに出店店舗に持ってくるとか、そういうことをやろうとしますけどね。面白いですね、いろんな戦略が聞けて。じゃあですね、次回は、この企業だったりとか、会社を運営していく戦略について答えてくれるか分かりませんけども追い下げていきたいなというふうに思います。気が向いたら答えます、はい、ありがとうございます。さあ今回のゲストは和装創業者の吉村俊博さんとお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。